なんか岸田政権が打ち出した住民税非課税世帯への5万円給付に批判の声が殺到してるみたい。なぜ批判の声が殺到してるのか。それは非課税世帯の 80% が70歳以上の高齢者層だからみたい。ではまずは住民税非課税世帯への5万円給付に関する報道内容から見てみるね。政府の物価高対策として住民税非課税世帯に対する現金給付する方向で調整されていることが分かった。9日に取りまとめられる政府の物価高対策に現金給付を盛り込む方向で調整が行われている。影響が長期化し、電気やガソリン代、食料品などの値上がりで生活に困っている人たちを支援する必要があるとして、住民税が非課税の世帯を対象に1世帯あたり5万円を給付する方向で与党などとの最終調整に入った。物価高騰で苦しんでいるのは住民税非課税世帯だけではないと思うんだけれど。では次は住民税非課税世帯への5万円給付に対する批判の声を見てみて。村中愛。住民税非課税世帯 80% は70歳以上に5万円をばらまくのに必要な税金は約6000億円。子供手当に所得制限かけて特別児童手当を廃止させることで浮いた金額は366億円。まあ、老人は認知症でも寝たきりでも未来がなくても一票を持っていますが、子供たちには未来があっても一票を与えられてませんからね。早坂隆。住民税非課税世帯に5万円程度の給付案とのことだが、人間を強者と弱者で捉える物差しの他に、頑張っている者と頑張っていない者という尺度も丁寧に見てほしい。頑張っている者がバカを見るような社会は活力が失われる。間違っている。ションボリング。住民税非課税世帯にお金ばらまき案がまた出ていたので、世帯主年齢別の構成を貼っておきます。78% が60代以上。病気等の場合はもちろん仕方ないけど、お金足りないなら高齢者でも働いてください。そのために必要な制度を整えますがあるべき政策ではないかね。霊魂、科学と霊感。住民税非課税世帯のほとんどが高齢者だから、実質の高齢者へのばらまきだな。もちろん、現役世代の給与天引きで補填されます。死んだよ。泣ける。この他にも、次のような批判の声が殺到中。一生懸命に働いて、手取り十数万の若者には増税して。おかしいだろ。少子化を促進して、働かない人を優遇する自民党は、どう見ても日本の未来を潰そうとしてるだろ。我々若者は老人に搾取され、年金などもらえず、早死にするんだろうな。本当に余計なことしかしない。物価高で困ってるのは全員だろ。その層って、コロナの影響とか関係ないよね。こいつ、いつもばらまいても意味がないとこにばらまいてんな。またか。物価高騰で大変なのは非課税世帯だけではない。その時々のフローだけでの線引きはやめるべき。マイナンバーカード作ったやつだけもらえる仕組みでいいよ。課税対象でギリギリ生活してる方が厳しいやろ。すごいな。個人的には鳩山と並ぶぐらいの無能だと思う。日本を腐らせる才能に満ち溢れてる。住民票があれば外国人でも何でもとりあえずばらまくんやろ。今度は誰に4630万円。ますます働く意欲なくなったわ。今月も頑張って働いた罰として、お前らの税金から高齢者や外国人に小遣いやるぞ。俺と政党の人気のためにな。いい加減にしろ。頑張って働く世代は、物価高騰に苦しみ、税金に苦しみ、何の補助も受けられず、逆に働かない住民税非課税世帯は給付金が配られる。物価高騰により、すべての国民が同じように苦しんでいるのに、なぜ住民税非課税世帯だけに5万円を給付するんだろうね。これじゃ働く世代も働く意欲を失っちゃうよ。完全に今の日本は働いたら負け状態だよね。まあ全ては高齢者世代の多くが選挙に行き、
若者が選挙に行かない末路がこの惨状を生んでるんだけどね。でもゆるパンダが思うに、この住民税非課税世帯への5万円給付、これは国葬反対派のばらまきな気もするんだよね。だって国葬反対派ってほぼ高齢者でしょ。おそらく住民税非課税世帯だろうし、だからそんな風に勘ぐっちゃったんだけどね。まあただの憶測だけれど。しかし岸田政権、やっぱりダメダメだね。ほんとうんざりしちゃう。